ありがとうございます。お時間いただいて。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。前田薬品工業株式会社の代表取締役社長前田さんにお時間いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カタールの試合の結果なんて今まで見たことなかったからもともと僕高校3年まで鈴木という名前で人生を過ごしていまして、社長になられたのって約7年前ですね、うん、危機的な状況、最悪な状態での社長になられたと思うんですけど、医薬品を作る製薬会社としてはあってはならない事件を起こしてしまい、その社長を含むその役員全員が辞任して、大事件の中で僕は社長に就任しまして、もう手元に1000万ぐらいしかお金がないのに3日後に3億円の返済をしなきゃいけない。2年間はもう過去最悪の赤字を続けましたけどね。前田さんを動かした原動力みたいなのって、多分2つあって、創業者の、まあ、僕のある種の義理のおじいさんにあたる人のオーラとか人間性とか迫力みたいなものに対する憧れ、その創業者の意志とか、人を引っ張るその力を絶やしたくない、まあ、かっこいいし絶対あのおじいちゃんのやってきたことを守りたいっていう、まずパッションが一つ、もう一つは多分ね、根っからの負けず嫌いだと思いますね。そのリーダーとして会社を経営していく上で大切にしていることみたいな。年々変わってますね。年々ちゃんと変化させることかな。なんで製薬事業からハーブを中心としたペルシャントの計画みたいのに行き着いたんですか。前田薬品の社長に就任するタイミングってもう本当にどん底のどん底の地獄みたいな時に就任していて、そのアロマオイルっていうその香りに助けられたんですよ。本当にこれ嘘みたいな話なんですけど、本当にそのすごく気持ちのいい香りでスーッと体と精神が軽くなった瞬間があって、2100年前にギリシャ人がそのハーブというものを400種類で集めて薬草を作ってるんですよね。それが薬の原点だったと。日本では雑貨の域を超えないアロマオイルとかハーブみたいなものを製薬会社がもっと深く紐解くことが面白いんじゃないかと思って、ハーブとアロマオイルの工房を作ろうといったのがヘルジャーナルのスタートだったんですよ。大きなビジョンみたいなのってあるんですか。新しい、もう一回人間らしい村、新しい21世紀のいい意味の村社会を作れたらいいなと思ってます、うん、このインスタライブの中でゲストの皆さんにお聞きしているのがパワーフレーズ。僕はずっともう本当にサザンオールスターズの桑田佳祐さんが大好きで、桑田佳祐さんのソロの歌でそれいけベイビーっていう曲がありまして、真面目に好きなようにやんなと。やっぱり命の生きる、本当に癌で死ぬかどうかっていう時に、うん、真面目に好きなようにやんなっていう言葉って思う、うん、すごく素敵な言葉だなと思いまして、まあ、今回のヘルジアンドもはっきり言って批判だらけの中でスタートしてまして。そうなんですか。いや、それはそうですよ。だってマイナー金って本業があって、どうしてそんなリスクの背負ったあんな過疎化地域であんなことやんなきゃいけないのってことはほぼみんな言ってましたしねでも僕は好きなようにやらせてもらう一方で真面目にやろうと思いましたし、ど、うん、真剣にちゃんと緻密にやろうと思ったんで、だから桑田さんの言葉は10年前の歌でしたけど、やっぱりずっと響いてますよ。